次に宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。今日はいろんな問題質問させていただきます。まずはじめに幼稚園類似施設が無償化の対象から外された問題です。まあ、昨年の予算委員会で萩生田大臣が当時予算委員会の中で、これは問題だという指摘をされて、そして大臣にもなり、これ無償化を目指すという姿勢だったと思うんですが、残念ながら来年度の予算案では、まあ、実質7000円程度の一人当たりの支援ということになりました。まあ、これではですね、まあ、無償化になっている他の施設との差があまりにも大きいために、焼け石に水という状態だというふうに思います。実際ですね、私もいろんなところからお話を伺うわけですけども、もう園児が集まらないために、3月いっぱいで廃園にすると、こういうお話も伺っているところであります。さらにですね、別の園では、まあ、園のあり方を変えて認可外保育施設として届け出たわけですよね。それで、まあ、それまで、専業主婦の方がたくさんいたんだけども、無償になりたいということで毎日パートに4時間だけ出るということをし始めたと。でまだ下の子は小さいから、まあ、下の子のためにも家でゆっくりしてたいなというお母さんも、こういう歪んだ制度のために働き始めなきゃいけなくなったと、こういうお話も聞いております。そして萩生田大臣自身も問題意識持たれていると思いますけれども、こうした幼稚園類似施設というのは幼稚園に馴染めなかった、あるいは幼稚園では受け入れてもらえなかったと、さまざまで言うから発達障害だとかいろんなことありますけど、そういう方々も受け入れてた園です。こういう園がなくなるってことになったら、その人たちの親子の行き場もなくなるわけですよね。ですから、萩生田大臣があれだけ頑張っていたにもかかわらず、こういう予算になったのは大変私は残念に思っております。私は今からでも考えを改めてですね、実質無償化へ支援額の引き上げが必要だと必要だと考えておりますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。萩生田大臣。まあ、昨年予算委員会で私この問題について触れてですね、宮本先生から熱いエールをいただき勇気をいただきました。大臣に就任して、早速取り組む一つの大きなテーマとして、この類似施設の救済というのをですね、積極的に取り組んでいこうということで、作業にかかりました。でただあの時に私も当時は与党の一員として提案したのは、すべての類似施設を全部包含して無償化対象にするというのはやや無理があるんじゃないかと。要するに我々国からするとですね、地方にあるさまざまな歴史やあるいはさまざまなメニューを持った園が、まあ、全て地域にとって必要な園かどうかというのは判断できないわけでありまして、例えば今たまたま発達障害の子どもたちを受け入れている施設ですとか、そういう例を出してもらいましたけど、逆もありまして、他から見ればものすごく羨ましいような裕福なですね、ものすごい高い授業料で、普通の幼稚園とはもう全く桁違いの内容をやっている類似施設というのもあるわけですから、今回のこの経済的な支援や若い世代の人たちへの応援を含めた政策の趣旨から判断すると、私はそれぞれ設置をされている自治体の皆さんが必要と認める、存続をしてほしいと、これはかけがえのない施設なんだと、これからもぜひ園として我が町の中で頑張ってほしいんだというものについては、しっかり支援をしていく仕組みが作れないだろうかということで、かなり自信を持って取り組みを始めたんですが、残念ながらその予算編成の段階で市長会の皆さんの最終的なご理解をいただけませんでした。でそれは向こう側にも言い分があって、こういう新しい政策をやるときにはまずそのきちんとした検証してから前に進むべきだという提案がありましたので、まあ、やむを得ず今回、提案しておりますような、まあ、言うならばその社会実証といいますか、こういった形でのスタートということになったところでございます。引き続き類似施設であってもやっぱり地域にとって大切なものというのは私は法案していきたい、救済していきたいと思います。でせっかくの機会ですから、他方ですね、社会福祉法人として行っている保育園ですとか学校法人格を取得して経営している幼稚園からすると、その確かに類似でいい内容をやっているものはあったとしても、こちらはいろんなその制約の中で建物のハードを建てたり、必要な免許を取得する教員を採用したり、
栄養士さんを持ったり給食室を作ったりっていうんでコストがかかってるわけです。で、類似施設に関してはですね、非常に簡易にやってるところもあって、これを全く同じ条件で支援するとなれば、今度は逆に学校法人の皆さんが今まで積み上げてきてこんなに苦労してこれだけの資産形成をして子どもたちのために提供しているのにということもありますので、この辺のバランスもしっかり考えながらやっていきたいと思います。決して今回のこの予算提案が最後じゃなくてですね、まさにスタートだというふうに思ってますので、引き続きご支援をいただければありがたいな、こんなふうに思ってます。はい、宮本徹君。超党派の議連も発足しましたので、しっかりした制度ができるようにですね、私たち与野党を超えてしっかりやっていかなきゃいけないと思っております。ただ一方で認可外保育施設については、ある意味何の検証もないまま、それこそ何の制限もなくですね、無償化されているわけですね。そういうことからしたらですね、あまりにも、幼稚園類似施設に対しての対応ってやっぱり制度としては差別的なものになっているということは指摘させていただきたいと思います。次にですね、こう不登校になった子どもの通級の問題について質問させていただきます。こういう相談があったんですね。小学生の A さんがですね、通常学級に通いながら通級の指導も受けていたと。ところが年度の途中でですね、通常学級には通えなくなってしまったと。しかし通級にだけは通い続けているそうなんですね。ところがですね、学校の方から来年度からは通級にも通えませんと言われたという話なんですね。で、その根拠はですね、文部科学省の手引きだという話なんです。今日資料でお配りをさせていただいていると思いますが、不登校の児童生徒は通級による指導の対象となります。これは障害に応じた通級による指導の手引きから抜粋したものですが、答えの、二段落目見ていただきたいんですけども、不登校の状態にある児童についても通常の授業におおむね参加しており、障害により一部特別な指導を必要とする場合は通級による指導の対象となるものと考えられますと。この手引きを根拠にですね、通常の授業におおむね参加とは言えないから、通級はダメですと、こういうふうに言われたという話なんですよね。大臣もよくご存じのようにですね、発達障害がある子どもは人間関係がうまくいかない、そういうことが原因で不登校になるケースも少なくないわけですよね。それでも通級にだけは通い続けるということができる子もいるわけですよ。そしてまた通級にだけ通い続ける中で通常学級にも行けるようになるケースも少なくないわけですよね。ですからこの通級での指導は必要としている子だと、通級にだけなら通える子どもが通常学級に不登校になってしまったという理由で通級にも行けないというのは、はっきり言って私は憲法26条に戻る事態だというふうに思っております。この手引きの解釈がですね、こういうふうに、手引きの文言がこうあって手引きの解釈がそういうふうになされていて、こういう事態が生まれているわけですけれども、私はこれ手引きそのものも改める必要があるんじゃないかと思いますが、大臣のご所見をお伺いしたいと思います。萩生田大臣。通級による指導は当該児童生徒の障害による学校生活における学習上の困難等を把握し、その困難等が克服できるよう目標を立てて計画的に自立活動等に取り組むものです。このためご指摘のように通級による指導を受けている児童生徒が不登校になった場合であっても、通級による指導により障害による学習上の困難等の克服が期待できる場合には引き続き通級による指導を継続すべきと考えています。ご指摘のありました障害に応じた通級による指導の手引きの Q&A につきましては、もともと不登校であった児童生徒が通級による指導を利用する際の考え方を示したものであり、児童生徒の状態等に応じた効果的な支援を行うことが適当である旨を記載したものです。文部科学省としては通級による指導の趣旨や手引きの記載内容の趣旨が正確に伝わるよう教育委員会等に周知徹底してまいりたいと思います。先生が読み違えたんですから、そういうふうに思う方もいらっしゃるのも事実だと思いますので、そこは周知徹底していきたいと思います。宮本徹君。じゃあ通知を出したり会議で徹底していただけるということでよろしいですか。萩生田大臣。今申し上げたように、もともと不登校であった児童生徒が通級による指導を利用する際の考え方を示したものでありますので、それが誤解で伝わっているとすれば、これはきちんと伝えていきたい、会議や通達をもって対応していきたいと思っています。宮本徹君。よろしくお願いしたいと思います。
それからあと、次に特別支援学校の寄宿舎の問題についてお伺いしたいと思います。特別支援学校は全国で、大体3割のところで寄宿舎がですね併設されております。まあ、東京は少ないんですけども、東京でも5校寄宿舎があります。ところがこの東京でもですね、保護者が希望した通りの日数の寄宿舎が利用できている児童生徒の割合は 67.8%、 つまり3分の1の児童生徒がですね寄宿舎に希望した通りの日数が利用できていない話です。でこういうお話を伺ったんですね。今はもう高等部の方なんですけども、中1から寄宿舎に入社している生徒さんのケースです。生まれつきの全盲知的障害進行性の難聴で片耳がわずかに聞こえると、自閉症傾向があるために公共交通機関が使えず自家用車で片道1時間15分かけて親が送迎すると。月曜から金曜まで寄宿舎での宿泊を希望していたんですけども、これが減らされてしまいまして、今泊まれるのは月火木だというんですね。そうすると週3回宿泊するといっても、まあ、月曜にまあね、送っていって、水曜には、帰ってくると、そしてまた木曜に送っていって、金曜に帰ってくるということで、親が送迎しない日っていうのは火曜日だけになっちゃうわけですよね。ですから仕事を再開したいと思ってもできないというのが親御さんの、お話でございます。でちなみにですね、大臣の地元にも八王子盲学校寄宿舎がありますけれども、宿泊はですね平均週に 2.7 日という話でありました。で私、が手にしました東京都寄宿舎連絡会の要望書を見ますと、これ原因はどこにあるかというと、職員マンパワーが足りなくて、希望宿泊数が認められていないということなんですね。そういう家庭がたくさんあるということでございます。まあ、保護者からは職員を増やしてくれという要望があります。そして東京都からも国に対して寄宿舎指導員の定数配置基準の改善を求める要望も毎回出ているというふうに思います。ぜひですね、全国的に実態調査を行って配置基準を見直して定数増を行う、これに踏み出していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。萩生田大臣。公立特別支援学校の寄宿舎指導員や養護教諭の定数については義務標準法および高校標準法の規定に基づき、各都道府県指定都市の特別支援学校の学校数、学級数、児童生徒数等に応じて必要な教職員定数が算定されております。具体的には寄宿舎指導員については、寄宿児童生徒5人につき1人、養護教員については児童生徒が61人以上の学校には2人配置できる仕組みとなっており、このような配置基準のもと令和元年度において全国の1087校の公立の特別支援学校には寄宿舎指導員が4247人、養護教員が1956人配置をされております。ご指摘の東京都からの要望においては、寄宿舎指導員の定数改善が提案されておりますが、東京都の実際の配置は義務標準法で算定される定数を下回っており、まずは定数を踏まえた寄宿舎指導員を配置していただく必要があると考えております。また特別支援学校の指導支援体制については、東京都をはじめ全国の特別支援学校の児童生徒数が増加傾向にある中、現在特別支援学教育の在り方全般にわたって有識者会議で検討しております。その中で看護師や作業療法士、言語聴覚士など専門スタッフも含めて、今後特別支援学校の指導支援体制をどう考えるかについても検討を行っているところであり、文部科学省としては現段階において東京都からの要望のような養護教諭に限った定数改善は考えておりません。もとより今後の特別支援教育の在り方の見直しの中で、特別支援学校の指導支援体制の充実を図ることは重要であり、これらの取り組みを通じ障害のある子どもが障害の状態等に応じた適切な指導や必要な支援が受けられる環境の整備に努めてまいりたいと思います。宮本徹君。養護教員の話は私今してなかったんですけども、寄宿舎の指導員はですね、まあ、配置基準作られたのはずいぶん前なわけですけども、まあ、労基法に規制がなかった寮母の時代の、基準なわけですよね。労基法ができて宿泊は週1回しかそれぞれできないわけですよね。そうするとですね、とても対応できなくなるわけです、今のマンパワーでは。でしかもですね、年々重度重複児、知的障害児が増えてきていると、いうことなんですよね。
でなんですよ。ですからちょっと寄宿、まあ、八王子盲学校もありますし、ぜひですね、保護者や関係者の話をですね聞く機会をですね大臣ご自身も持っていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。萩生田大臣。義務標準法、高校標準法は学級数等に基づき特別支援学校の教職員の配置に必要な経費を算定する根拠として標準となる定数を算定する仕組みです。この定数を踏まえて各都道府県が個々の実情等に応じて必要な教職員配置を行うこととなっておりますが、各学校における実際の教職員配置が標準法の規定する数を下回ったことのみをもって表となるものではないというふうに考えております。いずれにしましても今さまざまな児童生徒によって環境が違いますから、その先生がご指摘のようにその職員がいないことで寄宿ができないのか、あるいは通学をすることの何かさまざまな事情があるのか、個々によって事情はやや違う場合もあると思うんですね。まあ、しかしながら職員がしっかりいればそれは解決できるんだとすれば、そこはしっかりですね検討を加えていきたいなと思っております。現場の皆さんのお声を聞くことはいつでも我々としては否定するものではございませんので、機会があればお願いしたいと思いますし、さっきちょっと丁寧に言ったんですけど、分かりやすく言うと必要な経費は東京都にきちんと算定して払っているつもりでございますので、都議会などでもしっかり議論していただければありがたいなと。宮本徹君。その国が今定数に応じた経費を払っているということなんですけども、まあ、現場からすれば今の定数でも定数、国の定数同時に言っても足りないということなので、そこもですねぜひ今いろんな設置基準も含めて検討有識者会議でされていると思いますけれども、寄宿舎の指導員の問題についてもそこでぜひ検討の課題に載せていただきたいと思います。いかがですか。はい、萩生田大臣。具体的な寄宿舎のあり方については、設置者である自治体において児童生徒の障害の状態等や地域の特性なども踏まえ適切に判断されるべきものですが、文科省としては寄宿舎における児童生徒の入居の状況を踏まえつつ、これら児童生徒の日常生活上の世話や生活指導がしっかりと行われることが重要と考えておりますので、寄宿舎指導員を含めた職員定数改善については、どの職種についてより手厚い教職員配置を行うことが、必要か、そういった整理をしっかりしてですね、また厳しい財政事情も踏まえながら慎重に議論はしていきたいと思っています。はい、宮本徹君。しっかりご検討をお願いしたいと思います。これ都議会議員宛てに出ている要望書ありますので、後でお渡ししたいと思いますのでよろしくお願いします。次にですね、学校の制服標準服の問題についてお伺いしたいと思います。今小学校なんかでも女の子はですね、スカートで行ってるかズボンで行ってるかといったらズボンで行ってる子もたくさんいらっしゃるわけですよね。まあ、好みはそれぞれですし、動きやすさ、あるいは冬だったら防寒ということを考えてもズボンで行ってる子が多いわけです。ところが中学校高校となるとですね、制服で、まあ、今女子でもスラックスズボンが選べるところはだいぶ増えてきましたけども、まだまだ女子はスカート男子はズボンというところも少なくないと。毛深いからスカートは嫌だと、足が見せるのは嫌だと、こういう人ももちろんいるわけであります。これが東京都内でもですね、中野区や世田谷区などでどちらでも選べるようになりました。あと全国的に見ても昨年10月から福岡、新年度からは北九州市で男女関係なくズボンスカート選べるようになると。さらに岐阜県の教育委員会がですね、県立高校の校長宛に校則を見直すにあたって生徒が抵抗感なく選択できるように明記してほしいという通知も出したという報道もありました。もうこういう時代ですから、ぜひですね、やっぱ文科省自身がですね旗を振っていただいて、制服や標準服については男女どちらでもズボンスカート選択できるようにすると、こういうことをやる段階に来てるんじゃないかと思いますが、これも大臣のご所見をお伺いしたいと思います。萩生田大臣。一般的に制服着用を含めた校則については各学校がそれぞれの教育目標を達成するために必要かつ合理的な範囲内で定めるものであり、また校則に基づき具体的にどのような手段を用いて指導を行うかについても各学校において適切に判断されるものと考えております。
校則の内容については学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化に応じて絶えず積極的に見直す必要があると考えています。また校則の見直しは最終的には校長の権限において適切に判断するべき事柄でありますが、見直しの際には児童生徒が話し合う機会を設けたり、保護者からの意見を聴取したりするなど、児童生徒や保護者が何らかの形で参加した上で決定することが望ましいと考えております。このことは平成30年に発出した学校における通学用服等の学用品等の適正な取り扱いに関する通知でもすでに示しておるところでございまして、毎年2回開催している生徒指導担当者向けの会議などにおいて周知を図っているところであり、文部科学省としては引き続きさまざまな機会を捉えて周知徹底に努めてまいりたいと思います。宮本徹君。その通知私も存じているんですけども、その校則を見直すにあたってはそういう意見を聞いてくれって話は書いているわけですけども、私が今言ったようなですね、男性女性関わりなくズボンでもスカートでも選べるように、しましょうと、そういう話はどこにも書いてないわけですよ。そういう中身も加味した通知にですねしていただきたいんですね。やっぱり今、中野区なんかは、ちょうど1年前だったと思いますけども、小学生の子ども自身が区長さんに手紙を書いてそれで変わっていったって経過があるわけですけども、小学生みんながそういう行動を取れたらいいですけども、誰もがそういうことをやれているわけでもないわけです。だけども小学生はやっぱり、そういう私ズボンの方がいいわと思っている子は別に中野区に限らず日本人どこでもいると思いますので、ぜひ子どもの意見表明権を後押しする上でもですね、もうちょっと踏み込んだ通知を発出していただけないかと思いますが、いかがでしょうか。萩生田大臣。学校における通学用服等の学用品の適正な取り扱いということで、説明会の中でもこの例えば女子生徒がですね、児童が、非常に冬場などは素足を出して寒いということでズボンを望みたいとか、あるいは行動的に活動したいんでズボン制服にしたいというような意見があって、それに対して学校でみんなで話し合いをして、じゃあそうしましょうねって変わっている事例なども示しておりますので、特別このことだけ特出しをしてですね、制服の、例えば男の子がスカート履いてもいいですよ、女性がズボンでも構いませんよということを通知するということは今のところ考えてませんけれど、先生がおっしゃっている問題意識についてはすでに全国の教育委員会が周知、我々はして理解をしていると思いますので、それぞれの学校の判断で、一方的な押し付けじゃなくて皆さんから湧き上がるような話し合いの中で、ぜひそれはその方向がいいというなればですね、我々何の異論もございませんので、大いに、議論していただいて方向を決めていただいたらいかがかなと思います。宮本徹君。いろんな会議の場でそういう事例も紹介されているという話でしたけども、そういう事例が紹介されていてもまだなかなか改まっていないというところもあるわけですので、さらにですね、その徹底の仕方についてですね、ご検討をお願いしたいというふうに思います。次にですね、学童クラブでの昼食の問題についてお伺いしたいと思います。今共働きが大変増えて、保育園も学童保育も利用が増えております。で、学童保育にはですね、給食がないわけですよね。学校があるときはもちろん給食なくて当たり前なんですけども、とりわけ学校の長期休みの時、夏休み、作り続けるのが大変だという声を聞くわけであります。で、少しでも昼食をですね、学童で出してもらえたらなという声が、全国であるわけですね。その中で大臣のご地元の八王子市が昨年ですね、夏に、教育委員会学校給食の調理員の協力を得てですね、いくつかの学童クラブで昼食の提供を行って子どもにも保護者にも大変好評だったということで、私も八王子の市役所に行ってお話を伺ってまいりました。この報道を接した、全国のお母さん方からですね、こういうのを私たちのところでもやってほしいという声が上がっております。ぜひですね、厚労省と文科省と協力してですね、好事例として普及していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。萩生田大臣。
学校給食は栄養バランスの取れた食事を提供することによって子どもの健康の維持促進を増進を図ることに加え、食に関する指導を効果的に進めるための生きた教材として大きな教育的意義を持っています。ご紹介いただきました八王子市の取り組みは学校給食の意義を生かす一つの工夫例と受け止めていますが、人件費や運営費などの新たな負担を誰が担うのかという観点も含め検討いただき、地域の実情に応じ各教育委員会においてご判断いただくことがふさわしいというふうに考えております。先生わざわざ八王子まで行っていただいていろんなお話を聞いていただいたと私も聞きました。八王子の場合は小学校給食が直営式でやっているものと業者委託でやっているもので、業者委託でやっているものを一部センター方式に今変えようという、言うならこうちょうどさまざまな端境期にあるんですね。でその中で、直営も民間も含めてなんですけど、せっかく年間を通じて施設を作って、そしてそこに常勤の職員がいるんだとすれば、給食を提供しない学校休業中であっても仕事はしているわけですから、その有効な時間を使いながらこういった地域貢献を一つのツールとしてやってみたらどうだということで始まったことだと承知しています。非常に評判もいいんで、私は例えば直営だとこういうことも可能なんだなと思いますし、これからセンターに移行したとしても同じようにですね、例えばセンターで夏休み40日間全く仕事がなくなったら、これ働いている皆さんも困ってしまいますので、例えばそういう民間への提供ですとか、あるいはさらに今考えておりますのは、一人暮らしのお年寄りなどの夜の給食の製造などですね、こういったものもですね、そういったツールを上手に使いながら、今までのような学校施設だからということで一辺倒じゃなくて、さまざまな多様な使い方というのは各自治体がいろいろ知恵を出していく、そういう時期に来ているんじゃないかと思いますので、積極的に応援してまいりたいと思います。宮本徹君、よろしくお願いしたいと思います。時間もなくなってまいりましたけれども、奨学金制度についてお伺いしたいと思います。5年前にですね、ジャッソのですね、貸与奨学金について、経済困難による返済猶予期間をそれまでの5年から10年に延ばしました。資料を配布しているものの裏面に、ちょっと、文科省に作っていただいた資料を配布させていただきました。10年に延びたわけですけれども、今、9年から10年の間に、9年以上ですね、猶予期間になっている方が1076人いらっしゃるということなんですね。1076人ですから、選挙区単位で見れば、どの選挙区にも3、4人いると、平均的にはそういうことなのかなと思います。私の地元の方でも、都内のですね、有名私立大学に通っていて、博士課程まで進んで、奨学金をですね、全部で1000万円借りた方がいらっしゃいます。若い未来ある研究者だったんですが、ただ大学でパワハラにあって、体調を崩して、しまって、働けなくなってしまったと。体調が良くなったり悪くなったりして、今、返済猶予期間にあるわけですけれども、この返済猶予の期間が10年に及ぶという方っていうのは、やっぱりそれぞれさまざまな困難があるっていうケースが、私は大変多いんじゃないかというふうに思うんですよね。で、これ10年過ぎたら、じゃあ1000万円ある人がね、返せと言われて、返せるのかと。だからそれはそういう道はなかなか実際にはなくて、自己破産だとかそういう道を選ぶしかないのかなっていうなってしまうわけであります。でこれやっぱりさらなる救済制度がですね、この段階で必要ではないかというふうに私は考えております。猶予の期限をさらなり延長するのか、あるいは旧所得連動型の場合はですね、親御さんが年収300万以下、本人も年収300万以下だったら、これは期限なく、返済猶予が続くわけでありますが、どういうやり方がいいのかってありますけども、この1000人ぐらいの方が、これからおそらく毎年こういう返済猶予期限が切れる方が現れると思うんですが、この方々へのさらなる救済措置をですね、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。萩生田大臣。さまざまな事情によって卒業後厳しい経済状況に置かれ、奨学金の返還が困難な方に対してはきめ細かな対応が必要と考えており、これまでも返還期限を猶予する年数制限の延長や、減額返済返還制度における期間の延長など返還者の立場に立って制度の充実を図ってきたのは先生今ご指摘のとおりです。
一方返還期限猶予制度については2014年に年数制限を従来の5年から10年に延長したところであり、奨学金事業について返還金が次の世代の原資となるため、事業の健全性確保の観点からも猶予期限のさらなる延長は難しいと考えております。所得連動型の返還を制度導入以前の貸与者に適用することは、すでに返還を完了しているものとの不公平が担保されないことや、返還金が大幅に減少し事業の健全性が確保しづらくなることなどの課題があり、また有利子奨学金を所得連動型の対象とすることについては、返還者の所得が低く返還月額が定額となる場合、利息の支払いが増大し、より返還者の負担を増大させることになる懸念があります。経済困難による返還期限猶予の10年を超える場合であっても、条件を満たせば減額返還制度や他の猶予制度への移行も可能としており、このような制度も利用しつつ少しずつでも返還をいただきたいと考えておりますが、今先生ご指摘になったように、例えば病気などでですね、もうその実際に働くことができない環境にある人たちについては、個々の対応というのをしっかりしてまいりたいと思います。全く無防備で収入がない中でですね、その返済を求めるような制度ではないということだけはご理解をいただきたいと思います。はい、宮本徹君。時間になりましたので、これで終わりにしたいというふうに思います。ありがとうございました。これにて宮本徹君の質疑は終了いたしました。10時ぐらいで、はい、次に伊佐新一。